レビアタン先生のオタク FM ミニー。皆さんこんにちは。イケメン悪魔調教ゲームオベイミガチオタ三男レビアタン役の加田さとしです。留学生の皆さん、殿下そしてバルバトスのキャラクターソング聞いていただけましたでしょうか。イエーイ。はい、今年に入ってサイドキャラクターたちのキャラクターソングの配信が続々と始まっていますが、この番組ではキャラクターソングを歌ったキャストを迎え、その歌の魅力を一緒に深く掘り下げていきたいと思います。ということで、先ほども声が聞こえましたが、第3回のゲストはこの方です。どうぞ。展開代表の留学生、チワワじゃないぞ、ルーク役のおかきです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イエーイ。ということで、はい、オタク FM に初登場してくださいました。そうなんですよ、おかきさん、念願のオタク FM、はい、来れました。よろしくお願いします。お願いします。まあ、念願って言っていただきましたけども、はい、聞いていただいたりとか。当たり前じゃないですか。マスか。はい、あ、もう加田さんトーク上手やなと思って。いや、もうほんのね、おかきさんね、はい、もうお会いするのってなかなかないじゃないですか。そうですね、貴重な機会です。でもそんな中でお会いするたびに僕を気持ちよくしてくれるんですよねいや、でも本当にね、心からね、すごいなと皆さんのこと尊敬してます。いや、もうね、兄弟たちみんな個性豊かで、はい、まあ、サイドキャラクターの皆さんもそうなんですけど、うんうん、そんな中でおかきさんね、僕を気持ちよくしてくれて、みんなより、みんなね、結構ね、はい、下げてきたりするんですよ、僕のことをね。あ、なるほどね。まあまあ、それだけ愛のあるいじりみたいな感じですね。そうそう、みんな愛が強いから、うん、でもその、はい、その愛を上回って、おかきさんはその愛自体で包んでくれるから。なるほど、嬉しいなって思っていやいや、もうやっぱりねそういうポジションでいこうかな。じゃあそういうポジションで、はい、天使ですね。天使です。なんで、さすが、はい、さすが天使でございます。包んでいきますよ。ありがとうございます。まあ、今回ですけど、はい、ルークのキャラクターソング、このマイウィッシュ、うんうんうん、この収録後にお話を伺ってるんですけども、はい、おかきさん実際歌ってみていかがでした？そうですね、あの、先ほど加田さんもおっしゃってたんですけれども、うんうんうん、あの収録中、はい、スタッフの皆さん、僕を気持ちよくさせてくれました、はい、なるほど、おかきさんは皆さんの愛を受けて受けて今あ、それを加田さんに伝えてます。こういう感じの収録現場でした。じゃあすごくあったかい空気の中で収録できたっていうことなんですけど、はい、そうですね、実際楽曲を初めて聞いた時はどうでした？そうですね、めちゃくちゃ、うん、ちょっと最初ルークのキャラソンのお話があって、うんうん、どっちの方向性で来るかなって結構個人的に悩んだんですよね。はい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 、そのめちゃかわ元気に可愛いなのか、うん、それとも甘い可愛さ。甘い可愛さね、うん、今回は甘い可愛いね、だったので、はいはいはい、そうなんですよ。あ、もうこれは可愛い、来たなと思いました自分の求めていた可愛さの方向やったかなっていう感じだったんですね。はい、うん、まあ、元気いっぱいっていう曲じゃなくて、もう可愛いルークっぽいなって、僕が感じたのはちょっとルークっぽいなっていうイメージがあったんですけど、うん、はいはい、ちょっとね、なんか曲を、まあ、前奏っていうんですか、イントロ、うんうんうん、聞いた時に、あ、これはちょっと似てるなって思って。似てるな似てるな似てるなって僕の感性ですよ、はい、僕の感性の中で、あ、マイチャンス、はいはいはい、レビアタンのマイチャンス、はい、うんうん、あ、こっち来たかと。でもね、僕もシンパシー感じました。でしょ、あの、あれですよね、曲中に、そう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 、そう、曲中にね、うん、セリフがあるんですよね。そうなんですね、はい、もうマイチャンスもセリフがありますし、はい、まあ、マイチャンスはなんか収録中にセリフになったりしたんですけど、はいはい、なんか実はね、なったりしたんですけど、そういうところとか曲調とか、はい、なんかオベイミーの楽曲って結構かっこいいであったり、はい、セクシーであったり、はいはい、なんかしっとりであったり、うんうん、なんかジャンルがね、結構みんなそっち系の曲多いなっていうイメージがあったんですよ。そうですね、そんな中で可愛いであったりとか、はい、ポップで明るく元気にさせてくれるっていう感じの曲っていうのは、なんかちょっとマイチャンスにつながるものがあって、ちょっと僕も親近感を、はい、あー嬉しいですね、覚えたところでございます、はい、まあ、今回この曲の、まあ、歌詞ですかね、はいはい、ちょっと読ませていただいて、うんうん、まあ、こうね、歌うにあたって見たんですけれども、うん、結構ね、このオベミというゲームの設定がしっかり入ってきてる歌詞やなって思いました。いや、本当にね、はい、なんかそれぞれの個性がね、しっかり描かれてるんですよね、うん、そうなんですよ。この曲聴いたら、このルークっていうキャラが、まあ、どんな子なのかなっていうのが結構わかるようになってるなってすごく思いましたね、うんうん、あ、ちゃんとルークを、じゃあもうルークがどんな子かなってちょっと知りたいなって思った時には、そう、とりあえずこの曲一回聴いてって言えるような、そうです。なんかなかなかね、ルークって あれじゃないですか、結構わーってチワワみたいな感じで飛びかかってくる印象が、あの、興味なくプレイ、ルークに興味なくプレイされてる方は多分その一面が強いと思うんですけど、
そうじゃなくてこう懐いてきたルークの、あの可愛らしさが楽しめる曲になってる。あ、じゃあルーク推しじゃないよっていう方にも聞いていただきたい。おすすめ、はい、ルークはこんな子なんだよ、こんな一面もあるんだよっていうのをね、はい、知ってもらえる楽曲ということで。そうです。いやー素晴らしいですね、はい、もう聞いてない方はぜひ聞いていただきたいと思うんですけども、はい、いいですね。でこのルークのキャラクターソングマイビッシュは、うんうん、各音楽配信プラットフォームで配信中ですと、はい、で詳しくは公式 Twitter や YouTube の公式チャンネルなどでご確認くださいと。お願いします。ということでございます、うんうん、ぜひ聞いていただきたいと思いますが、はい、まあお送りしてきましたレビアタン先生のオタク FM ミニ、はい、そろそろお別れの時間でございます。え今来たとこ。そうなんです、念願の登場って、はいはい、やっと来れましたって言ってくれたんですけど、えなんかヘマしました。いや、ね、違う、加田さんの気に触れた。違う、やめなさい。そっか、強引に俺が締めてるみたいな言い方するのやめ。そっか、違います、違います。時計をチラリと確認するな。時計ちゃうかったし時計ちゃうかったし、時計しないです僕、はい、まあ今回はミニということでね、うんうん、キャラクターソングについてお話を伺うということだったんで、はい、まあこの時間でもしょうがないかなと。なるほどね。まあまた機会があればぜひね。そうですね、まあ、ゆっくりお話したい。もっとゆっくりお話しさせていただきたいと思いますけど、はい、まあ一応いかがでした、このオタク FM ミニは。あ、そうですね、やっぱなかなかこう、まあ、加田さんとこの、まあ、ゲームに、はいはい、まあ、このオベイミーという作品について話す機会っていうのなかなかあんまないんですよね。そうですね、うんうん、なんでなんかそのお互いこう、まあ、やってる同士で、うん、その作品について語れる場があるのっていいなって思いました。ですよね、うん、本当に大事だと思います、うん、あの僕の進行どうでした。あ、もう素晴らしいです。愛がある本当に。いやなんかね、うん、もうきっちりされてるなって本当に思いました。くー気持ちいい他の兄弟見習ってほしい。いやありがとうございました、はい、まあ、そしてこの後、うん、書き下ろしのストーリーを、まあ、僕とゲストが読み合わせなしの即興劇として演じる、はい、嘆きの館劇場、わお、こちらの収録を予定してますけど、わお、こちらはどうです。そうですね、こちらも私初めてチャレンジさせていただくんですけれども、はいはいはい、もうみんなさんがね嘆いていると、うん、聞いていますが、そうですね、はい、今回この、まあ、キャラソンと一緒に出、うん、るあの、うん、オーディオドラマっていうんですかね、はいはい、リリースされるオーディオドラマの前日談になってる話でして。そうなんです、そうなんです。なんかねこのオーディオドラマの、あの作品だけを聞くと、うん、なんかね、あ、うん、ちょっとどういうことなんだろうっていうね、ほうほう、裏話的な、あーなるほど、部分が明らかになるので、うんうん、もうこれはね両方と聞くしかないなって。なるほど思ってます。よりオーディオドラマルークとトロールっていうね、はい、この同時に出たものが、うん、より楽しめるものに、そうなんです、深く楽しめるっていうことなので、はい、ぜひね聞いていただきたいと思います、うん、はい、まあ、このルークとレビアタンの即興嘆きの館劇場はゲームアプリ内のサブスクリプションサービスアクゾン VIP メンバーシップにご加入いただくとご覧いただけますので、よかったら、まあ、よかったらというかもうぜひね、ぜひですよ、そちらもチェックしていただきたいと思います。はい、さて次回なんですけども、ほいほい、シメオン役の岩田優さんが遊びに来てくれます。来たよ、シメオンです。天使組来たよ。そうです、まあ、シメオンなんですけど、はい、まあ、シメオンの平田さんが来るってことは、うんうん、キャラクターソングってことですよね。わお、もうあの平田さんもシメオンのあの甘いボイスで歌ってくださるんですかね、どんなキャラソンになると思います。いやもうやっぱめちゃくちゃ甘い、おうおうおう、あのやっぱね声を生かされた甘い曲で来るんじゃないかなと僕は思って、うんうん、みんなをメロメロにしちゃうかな。そうですよ、もうなんかね立てなくなっちゃうぐらいの射抜かれてしまって、はい、あってなる、あキュンってさせられちゃうやつですね。そう、お客さん自身もめちゃくちゃ楽しみにしてるってことですよね。そうですよ、やっぱり、いやじゃあね、ぜひどんな曲かっていうのもね、うん、2人でまた聴く機会を作りましょう。そうですね、ニヤニヤしました。2人でニヤニヤしたいと思います。ニヤニヤしました。はい、ありがとうございました、はい、ということでレビアタン先生のオタク FM ミニ、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とルーク役のおかきでした。バイバイ。ガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。イケメン悪魔調教ゲームオベイミーの魅力をもっともっと世界のラット留学生へ届けたい、そんな思いでお届けするモエモエキュンなウェブラジオオタク FM シリーズは、アプリオベイミー内のデビルチューブや YouTube のオベイミー公式チャンネルでアーカイブ配信中です。さらにアプリオベイミー内のサブスクリプションサービスアクゾン VIP メンバーシップに加入いただくと
オタク FM 本編ではオンエアされなかった未公開トークも聞けてしまうので、こちらも合わせてぜひお楽しみください。